ヨルダンハシミテ王国、通称ヨルダンは、中東、西アジアに位置する、立憲君主制国家である。首都はアンマン。イスラエル、パレスチナ暫定自治区、サウジアラビア、イラク、シリアと隣接する。イスラエルパレスチナ暫定自治区とは、ヨルダン側と視界が国境である。立憲君主制を取る王国である。イスラームの預言者、ムハンマドの重邸アリとムハンマドの娘。 ファーティマの夫妻に遡るハーシム家出身の国王が世襲統治する。国民の半数余りは中東戦争によってイスラエルに占有されたパレスチナから難民として流入した人々とその子孫である。アラビア語の正式名称は通称公式の英語表記はハッシュマイトキングダム・オブジ・ジョーダン通称ジョーダンハーシミリアは予言者 ムハンマドの祖,祖父、ハーシムの子孫の家系であるハーシム家を指す。ヨルダンの名称は、国土の西を流れるヨルダン川の名に由来する。ヨルダン川は、ヘブライ語起源の河川名で、聖書に名が現れる。アラビア語では、ウルドゥン、ヨーロッパ諸言語ではヨルダンあるいは、ジョルダンとなる。ヨルダン川の名前が国名となったのは、この国が第一次世界大戦後に成立した。 イギリスの委任等治領トランスヨルダンを前身とするためである。日本語への転写では表記の揺らぎがあり、日本の外務省では従来英語よりにジョルダン・ハシュミット王国と表記していたが、2003年の改正でヨルダン・ハシュミット王国とした。ヨルダン・ハシュミテ王国の表記は2005年日本国際博覧会へのヨルダン政府による出展の際に用いられている。 他に、ヨルダンハーシム王国などと表記されることもある。ヨルダンの国土は、およそ50万年前の旧石器時代から人類が住み着いていたことが知られ、紀元前8000年期には人類最古級の農業が営まれた。西アジアに文明が発達すると交易の中心地として栄え、紀元前13世紀頃からは、江戸無人が住み着き、安満には、 旧約聖書に登場する暗門ンン人の国があった。紀元前1世紀頃には南部にペトライ石を残したナバテア王国が発展するが、紀元1世紀から2世紀にローマ帝国に併合された。7世紀にはイスラム帝国の支配下に入り、アラビア語とイスラム教が浸透してアラブ化、イスラム化が進んだ。ダマスカスに都したウマイヤ朝が滅びイスラム世界の 中心がシリア地方から離れると、その辺境として都市文明も次第に衰えていった。ヨルダンとアラビアの反乱騎兵19世紀に入ると、当時この地方を支配していたオスマン帝国はロシアから逃亡してきたチェルケス人をシリア地方の人口規迫地帯に住まわせるようになり、次第に活気つき始めた。第一次世界大戦後の1919 19年に、 イギリス委任党治療パレスチナに組み入れられ、1923年にヒジャーズ王国を設立したハーシム家のアブドゥラービンフサインが迎え入れられて、トランスヨルダン王国が成立した。この政府に対するイギリスの代表者は最初はティ e ロレンス、ついでジョン・フィルビーであり、パレスチナの高等弁務官の管轄下にあった。トランスヨルダン王国は、 第二次世界大戦後の1946年に独立し、1949年に国名をヨルダンハシミテ王国に改めた。1950年にはエルサレムを含むヨルダン川西岸地区を領土に加えたが、1967年の第三次中東戦争でイスラエルに奪われる。中東戦争はイスラエルに占領された地域から大量の パレスチナ人の流入をもたらした。加えて1990年代以降には、民主化に伴い王室の近代化主義に反対する、保守派やイスラム主義派が台頭して、国内の不安定要因となっている。ワシントンを訪問する国王アブドゥッラー2世と、王ヒラーニア1952年1月8日に、制定された憲法に基づいた、国王を元首とする、立憲君主制であり、 君主は世襲制となっている。国王は内閣と共に行政権を執行する。任意制の議会を有している。ジャスミン革命の影響で首相を国王が任命するのではなく国民に直接選ばれた議会が選出する議員内閣制への移行と選挙法改正を要求するため主にムスリム同胞団やアラブ民族主義政党。 サハ政党らが結集してアンマンなどで抗議デモが実施された。また、国王の長年の支持基盤だったベドウィンの部族長らもアブドゥッラー二世国王に対してラーニア王妃とその一族の浪費癖を批判する声明を出している。しかし、いずれも王政打倒を求める反体制運動には至っていない。イスラム世界では恩健派に位置づけられる。 アラブ諸国や中東内外のイスラム諸国だけでなく世界各国と協調する全方位外交を展開している。イスラエルとは1994年に平和条約を結びエジプトに次いでアラブ諸国では2番目に国交を樹立した。2018年にはイスラエルに対して平和条約の一環として賃貸した国境地帯の土地の契約を延長しないと通告した。 対イスラエル和平に見られるように、東西冷戦時代から、親にシュガは、欧米政策をとっている。アメリカ合衆国からは、北、大西洋条約機構非加盟の、戦略的パートナー諸国の一つに位置づけられている。アブドゥル2世特殊作戦訓練センターが開設された。ヨルダンのムハーファザ12のムハーファザに分かれている。イルビド県県とイルビドアジュルン県。 ケントアジルンジャラシュケンケントジャラシュマフラクケンケント、マフラクバルカケンケントサルトアンマンケン、ケントアンマンザルカケンケントザルカマダバケン。ケントマダバカラクケンケントカラクタフィラケンケント、タフィラマーンケンケントマーンアカバケンケント、アカバヨルダンの地図東部は乾燥した森林高原で、オアシスと季節的な川の流れがあり、考えされている。西部は、農地が発達し、 地中海性の上緑地が広がる。国の最高地点は、ウムアルダミサンで、海抜1854メートル。頂上は、雪で覆われる。西部渓谷を除いた国の大部分は、海抜300メートル以上である。南西端で、赤羽湾に接する。夏の平均気温は、摂氏30度。冬は、摂氏1度まで下がる。11月から3月の冬季は、 西部の降雨が大きく、安満では雪が降る。国土の西部には大地高帯の北端でもあるヨルダン渓谷がある。ここには視界もあり、標高が極めて低い。この地域は冬でも温暖であり、近年の灌漑技術の発達により、野菜や果物の一大生産地に変貌した。ヨルダン渓谷の東側に位置する高原地帯。安満やカラクなども、 この高地帯に位置する。南部にはヨルダン最高峰のラム山もある。国土の80%は砂漠地帯に属する。シ都トアンマン IMF の統計によると、2019年の一人、あたりの名目 GDP は4400ドルほどで、産油国が多い中東ではやや低い数値である。現在農業従事者は18万人をおり、主に果実を中心に栽培している。 畜産業としては、ラクダや牛、馬や鳥を育て、牛乳や卵をとっている。何より、ヨルダン経済を支えているのは、林鉱石と天然ガスで、林鉱石は256万トン、天然ガスは9、6000兆ジュールを産出している。漁獲量は526トンである。現状では石油をほとんど産出しないため、1990年代は、 イラクや近隣諸国から輸入した。イラクのサッダーム、フセイン体制崩壊後は湾岸協力会議諸国からの供給があり、エジプトからは2003年に完成したアカバワンまでのアラブガスパイプラインによりガスを輸入している。イラクとパレスチナでの社会不安のため、それら地域の多くの事業家が暗満に事務所を置いている。2000年に WTO に加盟。 2001年12月の米国との自由、貿易協定以降、米国との貿易が飛躍的に拡大している。政府は、臨鉱席や仮鉱石の輸出あるいは海外からの、送金や外国からの支援に頼らない産業、例えば IT や観光産業を奨励している。低税金と規制緩和の赤場経済特区に、経済成長モデルの期待がある。 ヨルダン統計局発表の GDP 成長率は2012年が2.7%、2013年が2.8%となっている。東部砂漠の利ャがすでんを1987年に発見した。埋蔵量はそれほど多くはないが、ヨルダン全体の発電量の1割を支えている。南部には世界第3位を誇る。 リン鉱石埋蔵量があり、採掘された鉱石は、鉄道で赤箱へ運ばれ輸出される。ウラン鉱石は、世界の2%の埋蔵量がある。最近注目されているのがオイルシェールで、400億トンの石油の存在が推定される。ロイヤルダッチシェルとの間で、開発契約が締結された。住民はほとんどアラブ人である。わずかに、アルメニア人や、チェチェン人。 チェルケス人、アブハズ人、アディゲ人、アバール人など、北、カフカス系の民族がいる。北、カフカス系の民族は、19世紀に、ロシア帝国の侵略を逃れて、オスマン帝国に移住し、当時は、人口規薄だったオスマン領のヨルダニエと入植した。アルメニア人は、第一次世界大戦中のオスマン帝国による、アルメニア人虐殺を逃れて、 シリアやヨルダンに移住した。1967年の第三次中東戦争以降流入したパレスチナ難民の人数は2009年の調査によると324万とされておりヨルダン国籍を取得しているなどヨルダン国民として同化しているが2015年にはガザ紛争等により新たに流入した。 パレスチナ人を中心におよそ37万人が難民キャンプに在住している。2013年時点で、隣国シリアの内戦から逃れてきたシリア難民が大量に流入、ヨルダン人口の1割に達しつつある。イラクシリア難民の流入を受けて、2016年には人口が970万人を突破し、千万に迫るほどになっており世界屈指の人口増加国と、 なっている。しかし、全人口の30%がヒヨルダン国籍となっている。ザータリー難民キャンプは、世界最大のシリア難民キャンプとなっており、一時期は34万人に達したが、2015年3月26日現在では8万3000人となっている。公用語はアラビア語で、話し言葉はヨルダン方言。宗教は、 イスラム教戦な派がほとんど、その他にキリスト教なども信仰されている。ヨルダンではサッカーが人気である、ペトラ。ありがとうございます。